げても無駄だ。抗え。たとえやむなき抵抗であっても。それが私の知る唯一の苦しみとの向き合い方だ。この姿が新鮮。それは戦闘中は防具を脱がないと決めているからな。理由はいろいろあれば、今はもう違う。一人で泥人形に話しかけていた。まさか見られていたのか。あれは簡略化された儀式の一つで、実はみんな知っている。本当か。では次は気をつけよう。人気のない深夜に。それもやめると。